第3章の自由行動日、ブリーフィングが終わって夕方のマラソンです。士官学校の方はマラソンが終わったので、リーブスの町のマラソンをしようかなっていうところです。ではまず町長宅から。お父さんたちどう思ってるかな。あの子にもいろいろある。働く系って知らんのか、まだね。はいはい。では町長宅を出て、どうしようかな。あ、シャミーバーさんのね、あれもあって、私前回ここを見てない、見てなかった。でもいなかったよね、多分ね。いや待てよ、カトリアさんがいたのか、わかんない、ちょっと申し訳ない、見逃してしまいました。よいしょ、アジサイ綺麗。ケロちゃん、めっちゃ利口だよ。なるほどな。ザックさ、めっちゃできた子だよね。なんかアッシュの子供がこんな感じそう、アッシュの子供時代がこんな感じそうな雰囲気感じるんだよね。感じる感じる言ってるけど。どんだけ考えてるんだよっていう。行きましょ。楽しそうでよかった。あ、クルトくんじゃん。クルトくんは機材イベントないんだね。ずいぶん頭を使ったせいで精神的にかなり疲れちゃった。いいな、噴水の音聞きながらちょっと涼む感じ。いいな、こういうとこいいな。こんなもん、なんかクエストあるけど、礼拝堂行こう。どうしたどうした。いや大したことある。空調から連絡あったけど気になること。帝国内の霊脈の歪みが大きくなっている。あー今からわしら行くところですね。じゃあもう本当に何かあるね。ね、それは小規模。そうだね。かなり危険。そういうこと言っちゃうんだ。ロジーヌの微笑みはかなり危険だな。なんでもないさ。このリン君。ちょっと見直したのに、アリサ大事なんだなって見直したのに、あ、終わっちゃった。慈悲の微笑み。リーンの身を心の底から心配しているからこそ生まれる安堵の微笑みは、さすがのリーンでもぐらつくほどの破壊力だ。さすがのリーンなのかな。そうね、リーンくん、そうね、なんかみんなから好かれてるっていうだけで、だいたいはぐらかしてるか、母って母って。で、他はもうすってみたいな、これがリンくんみたいな感じっていうことか。
面白い。さすがのりんくんでもぐらつく。あら、ティートちゃんじゃん。今ね、ちょうど私もね、そのようなことを考えておりました。なんでりんくんかの周りには綺麗どころが集まるんだろうな。最近入ったリンデさんはもちろん、ベッキーさんもよく見れば美人だし、ミントさんもおっちょこちょいだが可愛らしいしな。ロジーヌさんもリン教官の同窓生。そもそも97組の女性陣もいるんだぜ。羨ましすぎるというか、リア充爆発しろというか。ふう、誰かに、誰に爆発してほしいって。いや、妹は特にダメだと思いますよ。ミーニーさんと呼ばせてって。これはさっき。ふむ、何か言ったか。怖いよ、目が笑ってないよ。これは笑顔が逆に怖いやつだな。面白すぎるでしょ。まさか林許可がここまでシスコンこじらせているとは。あー面白い。だが俺は諦めないっすよ。今日の夕食でぜひエリゼさんとお近づきに。ははまあ仲良くしてくれるのは嬉しいかな。何かよかなることを考えているのなら話は別だが。涙が出てきた。ウケる。面白すぎるよね。なんかもう親バカだよね。シスコンシスコン、微笑ましいね。ほんとね、私もこういじってる瞬間がとても楽しいです。はあ、楽しいねリンくん。さて、2階には誰もいなくって、さすがジーナさんだな。さあ、思うところがあるジーナさんですけど、でもこなしてしまう自分の力だけで完結させるんじゃなくて、それを伝えていかないとダメ。ダメってことないけど、そのなんか人それぞれね、向き不向きあるし、気づいてなかったら教えてあげるぐらいののはいいのかもしれないけどね。引き締めなきゃね。まあそういう学校ですからね。こんなもんかな。ところで何もないか。ラッパーン、ブティック、ラッパーン。え、待って、今日の午前中話してもうできたっていう話。なるほど。この辺買わなきゃいけないものないよね。で、誰かいる。三人娘ですか。三人娘ですね。宿女のたしなみといえばマリアージュクロス。これマリアージュクロスっていうの。下着。マリアージュクロスってなんだろうな。紐パンみたいな感じってことかな。姫様からいろいろプレゼントされた。あ、なんか言ってたっけ。そうなんだ。この話題はちょっとさすがのリンクも突っ込むのはね、うん、退散しようか。からの？ダメか。ダメなのか、リンくんよ。はい、本屋さん。
あ、ほんと、よかったよかった。そっか、提携するか。よかったよかった。さてと、今思ったけどさ、そういえばさ、カードのあれがあるんだから、これ一個買っといた方がいいんじゃないの？カードとかあるから、私戦利品とかもあるからさ、それで大丈夫かなって思ってたんだけど、持ってても1枚ぐらい持ってても足りないよりはいいんじゃないか説がちょっと今浮上したので買っておきます。歓迎会じゃなくってミルクもらったの？猫がさ、なんか喉乾いたちょうだいって言ったらあげちゃうよね。なんか話してたっけ？なんか言ってたような気がするけど忘れちゃった、ごめん。と見返すのも大変だな。見返してくるのもなかなかの大変さ。お、もしかしてバラ教会ですか？へー、純情な少年たちの飽くなき好奇心と友情の物語。新しい扉が開かれてしまった。でもさ、みんながみんなさ、そういうのが好きなわけでもないよね。そう、私もさ、なんかこうここでさ、すごい BL の話をしてるからさ、こないだ久々に読んだのよ。久々に読んだ、あの会社の上司、え、上司じゃない、同僚系かのやつをちょっと読んでしまいましたね。なんかネットかなんかの連載してたやつで、でもう電子書籍にもなってるみたいなやつを見ました。乙女のたしなみらしいので。見たい、刺さったや。なるほど。少女向けのファッションカタログ、少女向けか。なんか輪が広がってる。おしゃれにそういうのはいらないよ。なぜか川辺に行ってしまったが、特に川辺に用はないんですよね。大体見たかな。じゃあティータちゃんのクエストやろう。どうしたどうした、気の利いたものにしたい。アガットにプレゼントかなんか、ティオとか故郷の人筋立つ人たちに贈るプレゼント。回を重ねるうちに最近はどうにも定番なものにを選んでしまいがち。送る機会が多くて気持ちがわかる。でもリンクを送ろうと思って決めてるんじゃなくて、そこにあったから、あ、どうかなと思って買ってるって感じじゃない。その人のことを知ってる分かえって難しい。ピコーン。全然。もしかしてヨシエスですか？全力で応援しますけど。どのお店で誰のものを買うかくらいが。
3人分アガットとヨシアとエステルってことでいいですか？ダメですか？誰だろう。あ、でもそっか、レンちゃんもいるかってなると誰だ。ヨシアとエステルは一緒かな。わーい、デートだ。待って、ミオスイアンってどこ、いつもいつもワープしてるから。一つ年下の女の子に贈るものを考えているレンちゃんですね。紫色の髪でリボンを愛用していて、ふわふわしつつも小悪魔っぽい感じですかね。ミュゼみたいなタイプとは違うかな。雰囲気は少し似てる。あー、そうね。ちなみにその子は可愛いもの好きで、いつもはブティックでプレゼント選ぶんですけど、もう15歳ってこと。15歳か。少し大人っぽいものもありかなと。うんうん、いや、むしろ11歳ってすごいね。あー、そういう感じ。セーブしてないな。セーブしてないな。今しとくか。今しとこっか。ちょっと何かあったらいけないんで。よし、セーブした。あ、話して決めるのね。あ、プレゼント選ぶ。を探してまして、良さそうなもの、選択肢系ミュゼっぽい雰囲気もあるらしいが、羊羹の詰め合わせ。影丸人形って何。影丸人形って何。影丸人形ってなんだろう、わかんないな。羊羹の詰め合わせ。日持ち的な意味で羊羹はなくないって考えると一番上かな。どうしよう、間違えていこっかな。まあセーブ時だから間違えたのでもいっか。じゃあ名茶でどうですか。そのすごくいいと思います。その子は紅茶も好きなので、これなら必ず喜んでくれると思いますね。お茶会が好きだから。はい、カーネギーショボショボよいしょ。お話ししなくても大丈夫ね。あんま変わんないもんね、この時。かわいい。はーい、目の前だよ。うん、何を選ぶの。20歳ぐらいのお姉さん、エステルですね。某術をやっていて、釣りやスニーカー集めが趣味で、いつも明るくて元気いっぱいの。あ、それはまた随分アクティブで快活そうな感じだな。ほんと太陽の娘ですからね、ほんとに。しかしリベールにいる女性の傍術使いか。もしかしてあの人のカシウスさんのお娘さんですね。あの人のって、あの人って誰のことだろう、むしろ。はい、キータの考えてることは分かってきたかな。アクティブな女性だからこそ新鮮味を狙って本を送りたい。読むかな。なんかヨジアからもらった小説読んだ形跡あったっけ。眠くなっちゃうのよねって言ってなかったっけ。めっちゃ嬉しい。エステルに選ぶ選ぶ。なんだろうな、プレゼントを探してます。20歳くらいの女性に贈るもの、かなりアクティブで元気な性格のようだが、あー、なるほど。動力者名鑑が山、あの、なんだろう、こう景色系っていうことよね。 VM のスターターセットあげてもね、リベルで流行ってるか問題もあるし、あんまり難しいこと考えられないんじゃないかな。いや、悪い意味じゃない、悪口じゃないよ今のは。って考えると、これが私はいいと思うんですけど、どうですか。うん、水辺や花の写真も多くて、聞いてる趣味にも合うんじゃないか。
あここに行ってみたいって、そういうガイドブック的な使い方もありよりのあり。ふむふむふむ。いやもうマジでマジで頼むよ本当に。マジで頼んだよもう。はーい、じゃあ次はヨシアかな。エステロお姉ちゃん喜んでくれるかな。はい。エステルお姉ちゃん、いやーもう本当にさ、だってさ私いろいろグッズ持ってるけどさ、隣同士にリン君とエステルが写ってるやつはあるけど、実際私は本編で見てないっていう。のけくってったっけ。のけくって、ちょっとふわふわしすぎたわ。ラパン、はい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 、ここね。この店は結構おしゃれで可愛いものもある。ユーナとチテリズか、さっきも見かけたが、内容によっては相談乗ってもらうのありよりのあり。20歳くらいのお兄さん、よしよねえヨシアも20歳になっちゃったの。21歳か20歳ぐらいだよね。マジか。マジか。アガットさんじゃなくって黒髪で落ち着いた感じですね。なるほど、さっきの女性と同じ年代ということは、まあいい。まあよくはないんですけど。やばい、テンションガンガン上げすぎる。名前とプレゼントだけでこんなにテンション上がる。はいはい、ちなみにどんな感じ。あ、話しかける、セクシーなパジャマ。なんて言うんだっけ、あのネグリジェだっけ。コーンちょっといいか。やばい、テンションがやばい。今回はそうじゃなくって、いつもお世話になってる別のお兄さんに贈るものを選んでいる。ああふふ、なるほど。ああふふ、なるほど。ああなるほどね、話してるんだ。20歳ぐらいの男性で黒髪の落ち着いた感じとは聞いた。体格で言うとリー教会よりクルトさんの細め、線が細めのタイプ。そうですね、しかも獲物も一緒だしね。一緒っていうわけではないけど。ちなみにその男性には恋人がいらっしゃるんですよね。まるで太陽のように周りを明るく元気にしてくれる素敵な女性とか。はい、あはは、うん。ごめん、私うざくてごめん。はい、相手はさっき言ってたお姉さんなんですけど。なるほど、そうだったか。うわ、なんだか聞いてるとものすごいベストカップルって感じするけど。とても興味がある、ほんと。もうほんとにもう大集合してほしい。いずれにせよ兄様、プレゼント選ぶなら恋人がいる前提踏まえた方がいいかもしれない。涙がすごいんだけど。なんだろうなぁ、何でも似合う。年齢もポイント、ベルトとかいいんじゃないかなぁ。いや、これ一緒？一緒か。なるほど、恋人がいる前提を踏まえたプレゼント。確かに普段身につけるものやアクセサリー、お姉ちゃんが選んだものをつけてほしいような。あーなるほどな。そうすると、あとお兄ちゃんの雰囲気も考えると、これはプレイヤーにかなり考えさせられている。プレゼント選ぶ。いやー、ちょっと待って。最推しのヨシア君にプレゼントをします。何がある？うん。おー、いいんですけど。おー、いいなー。シンプルなベル、私だったらベルトあげるな。銀色のネックレス。ネックレス。
はすでにしてますね、よしやくん。上品なハンチング帽。ハンチング帽ってどんなんだっけ、あの丸くてちょっとツバのあるやつだっけ。カラフルなキャップ帽。キャカラフル。今私あのそう、私ね、あれがあるんですよ。よくさ、コラボとかでさ、等身大のさ、キャラクターのパネルあるじゃん。あれで、あの、とあるなんか VR コラボで、なんかね、等身大パネルをもらえる、なんかプレゼント企画みたいなのやってて、それでね、私ね、当たっちゃったん、当選しちゃったんですよ。で、我が家にエステルとヨシアの等身大パネルがあって、それ見ながら言ってるんですけど、カラフルなキャップね、洒落たニット帽。ニット帽、ニット帽、ハンチング帽。帽子多いねこれね。ネックレスは絶対ないな。ベル、私はベルト送るけど、すでにヨシヤくんって結構ベルトしてるんですよね。考えるとベルトはないのかな。わかんない、これハンチング帽かな。ハンチング帽にしてみます。それならこの上品なハンチング帽はどうだ。へえ、帽子ですか。あ、帽子ならラインナップの一つに加えられるし、常に身につけるものでもないからな。前なんかさ、誰かにプレゼントアドバイスするとき帽子にしなかったっけ。あ、あれだ、アリサの絆イベントでウェンディーちゃんにプレゼントするときに帽子勧めた気がするって、同じ理由だった気がするポイントへの配慮としても十分。なるほど、そこまで考えてくれてたんですね。二人ともラブラブなんで心配いらない気もしますけど、最高のプレゼントだと思います。で、合ってたかな。ちょっと大人っぽい気もする。あー、これはアウトですか違うのかな。あ、そうなん、え、でもカラフルじゃなくない。じゃあなんだっけ、もう一個ニット帽か。そうなんだ。見た感じヨシアのだけ間違えたって感じかな最推しのヨシア君間違えたか。どの島も素敵で、中にはその人らしさもあって、それでいて新鮮味もあって、私も嬉しい。ありがとう、ティータちゃん。はいはい、 ありがとう。ああ、そうなんだ、ありがとう。うん、本屋でプレゼントに同封するメッセージカードを買おうと思ってたのに忘れてた。うん、はい、ありがとう、ありがとう。こんな素敵なクエストを用意してくれて本当にありがとうございましたそしてわしがとても気持ち悪かったらごめんなさい。はい、ティータ見ましょうか。ティータ、大切な人たちへ、故郷リベールにいる大切な人たちへ、その人らしさを意識しながらも新鮮さを取り入れたプレゼントを選んだ。わかった。じゃあやり直してきたらいいんかな。あの2つ合ってたんかな。 AP1 か。まあちょっとカンニングしながらまた選んでこようと思います。はい、戻ってきました。カラフルは絶対ないと思うんですよ。あ、そういえば見ればよかった。そう、1と1回目と2回目は合ってました。次、あ、やっぱシャレタニット帽ですね。それならこのシャレタニット帽はどうだ。うん、この二人ともラブラブなのでが本当にもうなんていうの、もうなんか本当にこのクエストありがとうございますなんですけどふいそれにこのニット帽お兄ちゃんにすごく似合いそうです。シャレたっていうのがまたふんわりしてるな。どんなんなんだろうな。うんAP2 なんだ。へえ、なるほど。
はあ、なんか文字だけでこんな盛り上がれるとか幸せ者すぎでどうすんのね、ちょっと4、千の奇跡4になったら私マジで死ぬんじゃないの、大丈夫かな心臓が止まるかもしれん大丈夫かな、なんか自分が心配だよ。よし、じゃあ次回は絆イベントですかね。もう大体回ったよね。はい気持ち悪くてすいませんでした